あなたは死にました。なので転生させてあげます。あなたは軍艦鳥に転生しました。うわ飛んでるって羽根でか体も軽く、体重と翼の比率は全鳥類でも最大で、まさに飛ぶために究極進化した鳥と言えます。究極進化やばバリかっこええやん。あ、じゃあこの喉の赤いシワシワも飛ぶために進化したなんかそれはめっちゃ膨らみます。膨らむあ、浮き袋的なこといえ、膨らませるとなんかメスにモテます。 いや、飛ぶ関係ないやん。まだ究極進化の余地残ってる。まあ、こうやって話は膨らんでるから、ええか。うん。それにしても、飛ぶん楽やな。羽ばたかんでも飛べてるわ。エネルギー消費が低い分、数日間も連続で飛ぶことができるんですよ。すげえ。あれでも、数日間飛ぶて、いつ寝るん空中で寝ますよ。いや、寝てる間に落ちてまうやん。数分ずつ眠るので、大丈夫です。それ、ちゃんと寝れてんの。一日40分くらい眠れば大丈夫みたいですね。あ、あんまり寝えへん生き物なよな。いえ、陸では毎日9時間寝ます。いや、めっちゃ寝とるから、絶対に飛んでる時無理してるやん。むしろ必死に陸で寝ざめしてるやん。 あ,あそう思ったらなんか眠たなってきたな。まあ、十分な餌を取れば、すぐに帰れますよ。おっしゃ、餌どこや軍艦鳥だけに巻いてくれ。よし、ほんで、軍艦鳥は何食べんの主に魚やイカですね。それ、どうやって取る空中からくちばしで掴みます。ええー、それめっちゃむずないめっちゃむずいですよ。なので、餌が取れないときは、他の鳥から餌を奪うこともあります。うわ、性格悪い。生きるためです。でも、他の鳥から取るん怖いな。鳥のくちばしとか、詰めて痛そうやん。大丈夫ですよ。基本的に軍艦鳥と戦える鳥はいません。ええー、え、そうなんや。僕、強いんや。 <laughs> すごく悪い顔になってますよ。所詮この絵は弱肉強食や。めっちゃうばったるで。まあ頑張ってください。ああの鳥魚捕まえたやん。おれその魚よこせシャハーああくそにられた海に落ちてしまった前はもっかい挑戦や。あれ飛べへんな。 てか僕若干沈沈んんんんででへん羽に防水性がないのでどんどん沈みますいやばっほな水かきでバターし,して水かきはとっくに退化してるので小口からは無ですいやもうどこが緑やね飛ぶために究極進化してますからねいや究極進化ってこの喉の赤いの残こあそやこれ膨らませたらええんやこれやっぱり浮き袋やったんやいや失敗キスって膨らませるのには30分以上かかりますおっそもうこんなもん捨ててまえほなもうどうしたらえんよまあ大抵で死ししますはい終わったー